どうも、こんにちは。今は流れてるよね。どうも、こんにちは。今は流れてます。はい。なんか、知ってる名前が結構見てくれてるみたいで。これ、実名システムってすごいっすね。今日は、ゆるい感じで、飲み会のような感じで恋愛についていろいろ話すという。で、恋愛についての相談を僕は受けながら30分ぐらい一人で喋るという。普段こういうことあんまやらないんで。で、しかもなんか、あれですよ、こういうことをやれと言われて、嫌なんで、いつものヤングサンデーっていう僕は番組やってるんですけど、その時はおっさんを4人ぐらいこう横に置きまして、みんなでワイワイやるのが好きで、普段一人では喋らないんですけど、どうもどうも。この間の番組の時に、どうしても俺に一人で話させようという、出演者がいきなりその遅刻してくるというドッキリを仕掛けてまでして俺を一人で喋らせようとしてたんですけど、なんでいきなり呼ばれて一人で話してんだろうな。で、それで、まあ、こんな感じで私の部屋にみんな来ましたみたいな感じになってます、今日は。それで、そうです。あ、本当ありがとうございます。そう、ツイキャスみたいだよね、本当にね。ツイキャスっぽい感じで行こうかな、本当に。はい、そうなんですよ。恋愛かとか言って遠い目しないでくださいよ。どうも、こんにちは。そうなんですよ。で、僕は30年くらい前に、ラブコメ漫画家としてほぼデビューしてます。なので、長い間、恋愛のことばっかり漫画で書いてて、しかも、恋愛相談とかも随分やってるんで、で、それもまた、大学の頃からプライベートでも恋愛相談ばかりを受けてきた人生なので、まあ、大概のことは答えられますね。大丈夫なんで、そうそう、ヤンサンデーやってないのにね。そうなんですよ。で、ヤングサンデーっていうところで、普段3時間くらい喋ってますから、毎週ね。なんですけど、一人ではまあ、めったに喋らないっていうことで、今日はちょっとレアな感じですが、よかったら、そう、グラスの中身はウイスキーっぽい感じにちょっと見せようかなと思ってますけど、今日はウイスキーではないですけどね。そうなんですよ。なんかね、実はね、ずっと、じゃあ、なんか、こういうこと知りたいです、みたいなことがあったら、言ってください。はい。答えますんで。はい。で、あとなんだろう、AM っていう、AM って書いた、AM っていう、サイトで恋愛相談のコラムをずっと何年か前にやってまして、で、それで恋愛相談の本も出してます。だから、恋愛相談に関しては大体大丈夫なんで、よろしくお願いします。はい。そうそう。女の子の恋愛スイッチを入れるテクニックを教えてください。なるほど。なるほどね。女の子の恋愛スイッチを入れるテクニック。とにかく、女の子、もう男の子もそうですけど、大体の人がインタビューを待ってると思ってください。で、言いたいことが山ほどあるのに、誰もそれを聞いてくれないという風に生きているのが日本人です。で、スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。